皆さんお疲れ様です。桃太郎です。今日はね、10月の、10日ですかね、土曜日。今ね、午後の3時15分から今20分ぐらいですかね。今日はゆっくり寝ました。昨日ね、アメリカの株式市場ね、夜中0時過ぎぐらいかな、見てたんですけど、結局ね、買おうかなと思って、昨日、ファーマフーズ売ったお金のね、うち半分を、まあ、ドルに変えて、待機してたんですけど、ちょっといくつかね、欲しい銘柄、ウォッチしてたんですが、ちょっとね、上がりすぎてるなっていう感じの銘柄とか、まあ、上がってて、まだ上値はあるんですけど、ちょっとね、入るのが、ちょっと怖いかなっていうタイミングに思えたので、結局ね、昨日はアメリカ株何もね、手出しせずに、終わりました。で、結果的にはね、焦って買わなくてよかったかなと思います。私のね、ここから予想なんですけど、来週以降ですね、まあ、月曜日はもしかしたら上がるかもしれないんですけれども、近々ね、調整的な局面が来るような気がします。まあ、もちろん今、銘柄によって状況が違うんですけど、今、かなり勢いづいて、平均線をね、かなり上に剥離してる銘柄もあるんですよね。で、その中で、多分、調整っていうのがね、来ると思うので、そこを狙ってもいいかなっていうふうに私は思ってます。で、あとね、テスラの分割前にね、2ヶ月前ぐらいかな、6月ぐらいに、まあ私、アメリカ株始めまして、その時に、まあアメリカ株っていうのにちょっと憧れがあったんで、もうテスラはまずね、第一に買いたくてね、始めたんですけど、その直後にね、アメリカ株に調子づいて、マイクロソフトとか、アップルとか、NVIDIA とか、あとはどこだ？ちょっと出てこないけど、まあ、ハイテク株っていうのにね、手を出したんですけども、その後ね、ちょっとバブル弾けたような感じで、かなり暴落しましたよね。で、今、テスラ以外のものは含み損になってる状態で、今ね、何でしたっけ、反トラスト法っていうんですか？規制がかかりそうっていう案件も、今、まだ、進捗がちょっとない状態で、今月のね、22日とか、まあ3週ぐらい、今月の3、4週目ぐらいにね、決算があるにもかかわらずね、ハイテク株に、資金がね、戻ってきてない状態です。で、まあ私のね、含み損もあまり変化がね、ないんですけども、まあ損切りはせずにね、このまま持っていこうと思っています。まあ、買い値まで戻るのはね、もしかしたら年内厳しいかなっていうのもちょっと覚悟の上です。で、その上で、まあ、昨日ね、ファーマフーズを売った半分のね、お金で、アメリカの株の方にね、ちょっと移したいなと思っているんですけれども、まあ、銘柄がね、まあ、アメリカはもう本当にね、いろんな銘柄があって目移りしちゃって、まあ、どの銘柄にね、どのタイミングで入ろうかなっていうのはね、考えれば考えるほどね、迷路にはまっていっちゃって、まあ、昨日はちょっとね、上がってるかなっていうのもあって、なんとなく直感的に、なんか来週の方が買い場がいいような気がするっていう感じでね、見送りました。動画のアップについてはね、先々週ぐらいから、まあ、こうやってね、ご飯食べながらね、まあ、なんか株の話だったりとか、日々の、話だったりとか、取りためてるんですけど、スマートフォンのね、容量が足らなくて、で、音量調節した後のね、動画を、もう一度保存する空きがなかったんで、停滞したんですけど、画像をね、SD カードの方に昨日ね、移動して、少しだけね、空きができたので、ちょっとまあ、カットぐらいの編集しなくちゃいけないので、手が空いた時にですね、順次やっていきたいと思ってますので、もしご視聴していただける方はね、よろしくお願いします。で、まあ、おこがましいお願いなんですけども、グッドボタンとかね、押していただけると励みになります。まあ、もちろんね、バッドボタンでも構わないんですけど、まあ、何かしらね、リアクションがあると私もね、投稿していてすごく励みになると、まあ、皆さん言うんですけど、私もね、嬉しいので、まあ、ぜひね、視聴していただいた際にはね、何かの記録をね、残していただけると私も、嬉しく思います。で、まあ余談になるんですけども、今日のね、朝ごはん兼昼ごはんは、昨日のね、
ファーマフーズ理学祝いのもつ煮のね、残り汁に、もやしとかね、ニラを炒めてもらった野菜炒めがありますんで、これをね、投入して、まあ、蒙古タンメン中本みたいな状態にしてね、そこにご飯をね、入れて、残飯を食べたいと思います。